皆さんこんにちは、スピチューブのいけみです。イエイイエイ。だいぶ前にもらってた企画なんですけど、香川にあるかまどって皆さんご存知ですか？こっちに来てその CM とかを知ってるかっていうのをみんなに聞いてもらったことあるんですけど、誰一人と知らなくて、あ、全国じゃないんだっていうのを最近知ったのが衝撃的です。で、だからそんな話をしてた時に、香川出身の子があれを水分取らずに食べてみなみたいな感じのことをなんか教えてくれて、せっかくやしやってみようかなということでご用意しました。こちら12個入りになっております。こんな贅沢食いしてもいいのかなとか思います。よいしょ、ちょっと高級そうな感じですよね。こんな感じで入っております。また気になる方は CM とか見てみてください。私結構大食いなんで全部いけんじゃねえと思うんですけどね。ではこちらから食べていきたいと。別に早食いとかはせんでもいいな。ではいただきます。飲み込めなくなってきてる。これ絶対いい。飲み物ないと無理な気がする。味はめちゃめちゃ美味しくて、3つ目いやでも本当に味はめちゃめちゃ美味しいです。ただ1個の半分ぐらい食べてから何かが喉にまとわりつく。喋れない。皮がちょっとパリパリしてて中が白あんでめちゃめちゃ美味しいんですよ本当に。だけど何者かが牛乳飲みたい。
や、うん。ごめんなさい、もう3つが限界です。飲み物飲まないと多分死んじゃう。かなちゃんとかどれぐらい食べれるんやろ。とりあえず牛乳を飲もうと思います。あ、これなんか前のペヤングの時も牛乳を飲もうって言ってた。牛乳好きなんで。ということで今日はちょっと牛乳飲んで、こんな感じで今日企画かまどさん美味しく食べさせていただきました。もし香川とかに行かれる際が、香川とかに行かれることとかあったらぜひ食べてみてください。こんな感じでイコーリとかもしてるみたいなので、よかったら、あ、まだなんかおる。そしたら今日はこれで終わりたいと思います。ぼちぼちコロナの方が落ち着けばロケとかもしていきたいなと思ってるんですけど、まあでもみんな辛いのは一緒なのでね、乗り越えていきましょう。ということで今日もありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。